一緒についてきた人は、なんだろう、使用人的な。お帰りなさい、お母さん。はじめまして、お嬢さん。お、はじめまして、モグラ。ただいま戻りましたよ。さあ、親指姫、ご挨拶して。あなたの旦那様よ。え、もうそんな婚姻まで結ぶの？お母さん、よしてください。お嬢さんが困っているでしょ。未来の旦那様よ、うふふって感じか。ちょっと茶化したのかな。あなたのように可愛い人が見せ物小屋で働かされていると聞いて、いても立ってもいられず。変態的に興奮したんだろう、何かに関して。もう分かってるからな、立ち絵のあるやつはもう特殊な性癖持ってるって分かってるからな。信用してないぞ俺は。ご覧の通り、私は足が悪いので、お母さんに迎えに行ってもらいました。大変な失礼をして申し訳ありませんでした。だから杖をついてるのか。いやでもお金いっぱい出してくれたんでしょ。お前、彼女を案内して。よっさ。あ、脱がされてる。新しいお召し物に。あら、かわいい。洋服って感じだね。かな。部屋もちょっと西洋チックだし。ああ、よく似合っている。お前たち、少し外してくれるかい？あ、俺もちょっと出てた方がいいですかね。ちょっと、どうします？ちょっと、コンビニの方行ってきましょうか。ちょっとその間、メッセージスクロール、ね、動かないですけど。いや、俺もね、いくら実況者とはいえ、二人のね、時間をちょっと邪魔するのは悪いかなと思って。親指姫、美しい人。あ、いいんすか？ここで見てていいんすか？見ますぞ、じゃあ。お母さんは、あなたを私の花嫁にと思っているようですが、あなたの気持ちを無視するつもりはありません。ほう。嫌ならそれで構いませんから。あれ、この人もしかしていい人？あれ、まだ騙されてていいのかな俺。ああ、悩む悩む。あ、はい、嫌です。正直に言っていただけて嬉しいです。こういうルートもね。それでいいんですよ。この家で私たちに遠慮することは何一つありませんから。マジで。ただあそこにいたあなたならきっと分かってくださると思うのですが、外の世界はとても危険です。とはいえだ、なぜ親指姫を迎え入れたかだよね。かわいそうだと思った、そこまでは分かるが、こんなにいい待遇でね、支柱に収めたってことはやっぱね、なんかあるんだろうね。どうかここにいてください。あなたのような女性が一人で生きていけるほど、この世界は優しくありませんから。理不尽でなんとかな世界、なんだっけ、進撃でそんなことを言ってた気がするな。私も母もあなたに何かをやらせたり、残酷で理不尽な世界か。命令したりすることはありません。マジでニートしてていいのここで。今日からここがあなたの家でもありますから。あの、何もしなくていいよって言われてたけども、一座でいろいろ駒使いやら雑用してたから洗濯とかついしちゃって、ああ、親指姫そんなことをしなくていいんですよって、あ、でも悪いですからみたいな感じで、お互いなんかちょっとキャッキャしてていい雰囲気になってきたら落とされるパターンな。2日目の夜あたりぐらいでなんか起きるんだろ。疑いしか持ってない。成り行きでついてきてしまったが、本当に彼らを信用していいのだろうか。ひとまずあの夫人と落ち着いて話をした方がいいだろう。昼間なのにこの家はなぜこんなに薄暗いのだろう。周りが森とかなのかね。ほうほう。腰のラインをキュッとさせてる。そのおかげでバストが際立ってるね。そんなにもともとないのに。異国の本。
青い目をした西洋人形、西洋風の鏡台、西洋ランプ、これは武器になるかな。西洋ベッド、ベッドがある。自分がここで寝るのだろうか。うん、なんか落ちてある。机の上に食材が置かれている。お、食材を手に入れた。あ、武器にするかと思ったけどこれはあれか、ランタン的に使うわけね。窓の外にはこの屋敷に通じる一本道とそれを抱え込む森だけが見えている。やっぱり森があるのか。どうやらここは人里離れた別荘地のような場所らしい。セーブしたっけあと観葉植物があるけど、あら、ここはなんか和風、うん、なんか洋風、うん、どういう趣味なんだこの家は若奥様、失礼いたしました。それでは親指姫様と呼ばせていただきます。先ほどは若旦那様がいらしたのでご説明できなかったのですが、これをお渡ししなくては。マッチだ、一本火事の元。若旦那様は強い光が苦手なので。だからモグラなのかいつも屋敷内はこのように薄暗い状態で保たれております。夜お部屋から出られる際は食材をお持ちになってください。お部屋の机の上にございますので。もう持ってます。ああ、すでにお持ちでしたか。目ざといですね。それならようございました。マッチの数には限りがございますので、あまり乱用されませぬよう。ああ、それはなんか関わってきそうだね。調べられる、なんかね、探索の限度があるってことかな。それでは私はこれで。仕事がございますので、夕げの支度ができましたらお呼びいたしますので。では、よし、とりあえずマッチつけようぜ。今度はいつまで持つかしら。いきなり BGM 切るのやめて、怖いからあまりたくさんは入っていない。何回っていうのがわからないのがまたね。日本人形、お、これ装備しとこう。開いた、襖。ここは誰の部屋だ。玄関や自室と同じ専用人形、立派な切りダンスだ。コートかけ、見たことのない文字で書かれた文書だ。おそらく異国の言葉なのだろう。タイプライターだ。セーブできるぞ。特に勝手に調べられるものはない。座り心地の良さそうな座布団だ。掛け軸、電話で、こっちにも人形。よく見る。お、あー怖ーい。真ん中の人形だけ眼帯をしている。取ると何かに引っかかっているようで取り外すことができない。よく見ると背中に小さなネジ穴があるようだ。へえ、ネジを回せば動くのだろうが。そこから取ると何か別のところで使えるアイテムになるのか。あら、いらっしゃい。ごそごそごそ、なんかないですかねえねえ、アイテムとかないですか。これなんですか、これなんですか。畳ありますね、畳ありますね。4畳半ですね。あ、これラグマットですか、ラグマットですか。いいですね。これ下にちゃんとフローリングでね、滑らないようになんか貼っつけるマットとか四隅につけてます。どうしたの親指姫。お、ここでの夫人との会話は純潔に影響しない。よし、あなたは何者。今は何者でもないわ。ただの未亡人よ。生活に困ることもないから、つい人に余計な世話ばかり焼いてしまう。息子のことが心配でなかなかあの世に行けないの。困った年寄りでしょ。本当にここにいていいの、いいの。何を言ってるの、もろちんですよ。見せ物小屋の団長さんは可愛い女の子ばかり集めてあんなことさせているけれど、お金とビジネスについては話が早いから助かっているわ。ああ、ごめんなさい。あなたの前で言うことじゃなかったわね、こんな話。モグラについて聞きたい。息子のこと？ええ、ええ、何でも聞いてちょうだい。あの子の上にも二人息子がいるんだけど、どちらも家業をつかず出て行ってしまってね。なんだろう、モグラに、モグラ、モグラとあとなんだろうね。
関連する何か動物ふと考えてみたけど、なんだろうな。主人が亡くなって一人になった私を置いてはいけないと末のモグラが後を継いでくれたの。この家はあの子が自分の稼ぎでお母さんと未来の花嫁のためにと言って建ててくれたんです。じゃあこの日本風味なところがあるのはモグラの趣味かね。とても優しい子なんですよあの子は。ただ変態なんですよ。あとは孫の顔を見せてくれたら嬉しかったんですけどね。チラチラ孫の顔を見せてくれたらチラチラモグラともまだゆっくり話せていないでしょ。車に揺られて疲れているでしょうから、今夜は無理をしなくてもいいけれど一度ゆっくり話してごらんなさい。これからは毎日一緒に過ごすことになるんですからね。うふふふふ。まあでもお母さんはいい人なのかな。うん。ガチャ。ここはやった、お風呂だ、やったお風呂だ。つまりはこれは期待できますかね。でトイレもある。かわいいのようだ。よし、この部屋はしっかり覚えとこう。下行ってみようか。陶器、美しい絵付けの施された花器。触ったらパリーン、ガッシャン、ドッシャンかな。こっちは、あ、こっちはモグラルームではなくパーティールーム、応接間かな。脱出路はないな。ここは使用人のか。ああ、親指姫様、何かおやつちょうだい。さっきの言葉が気になる。ああ、聞こえてました。どうしましょうかね。 BGM が消えた。3人目なんですよあなた。きっと私は3人目だから。奥様が若旦那様の花嫁に行って連れてこられるの、今回が初めてじゃないんです。ただどの子もここでの生活が合わなかったようで。ほら、奥様も若旦那様も少し変わっていらっしゃるでしょう。少し数ヶ月もしないうちにいなくなりましたよ。早い子ですと1週間ほどで。ですから親指姫様はどのくらい持つのかしらってつい。させね。でも主人がコロコロ変わる下女の身にもなってくださいませ。この話、私から聞いたって奥様や若旦那様には言わないでくださいましね。皆様のお食事は私がご用意いたしておりますことをどうぞお忘れなく。脅されてる。雑巾の絞り汁とか入れるぞってことか。ガチャ。あ、こいつは使用人か。さまざまな雑誌や小説。あ、若奥様、私こちらに仕えるようになってまだ日が浅くて、でも奥様も若旦那様もとても優しい方なので助かってます。身寄りのない子を引き取って仕事や嫁ぎ先を与えたりいろいろやってらっしゃるんですよ。表向きはそういう感じでいい家を演じているが、裏はあるんだろうな。こんなお家に嫁ぐことができるなんて本当に羨ましいです。頑張って元気な男の子をお産みになってくださいね。とりあえずお礼を。ああ、美男美女のご夫婦ですから、そりゃ可愛いお子様が生まれることでしょうね。私、頑張ってお使いしますので、若奥様もどうか頑張ってくださいね、夜の方。一心不乱に机を磨き続けている。キュッキュッキュッ、はぁ、キュッキュッキュッ、はぁ。左のあそこが、若旦那こと、モグラのルームかな。さて、お、見つかった。おや、かわいいお客さんだ。私に何かご用ですか？お、ここでのモグラとの会話は純月度には影響しない。なぜ私を買ったの？秋頃、神戸の港に立ち寄ったでしょ？あの時、私も偶然あそこにいて、あなたの姿を見ました。言ってしまえば、一目惚れです。
後になってあなたがあの小金物見せ物をまた間違えました。小金見せ物一座の一員だと知り驚きました。父の代から一座とは交流がありましたから、母に頼んで何とかあなたを引き取らせてもらえないかと言ったんです。向こうは無茶な金額をふっかけたつもりだったでしょうが、だったようですが、あなたを手に入れられるなら安いものでした。女性を金で買うなんて下劣な行為だと思いかもしれませんが、他にあなたをあそこから連れ出す術がなかったのです。どうか許してください。あなたについて。私についてですか？仕事は何の？興味を持っていただけて嬉しいです。モグラ貿易、その名の通り美術品や家具の輸入販売を行っている貿易商です。井の頭五郎みたいだな。彼も個人で輸入雑貨の貿易商やってるから。ヨーロッパの少女人形は特に人気があってよく売れるんですよ。親指姫もよく売れるのかな、じゃあ。人形扱いすれば可愛い女性を好きになるのは万国共通なのですね。なぜ、杖をついているの？生まれつきあまり体が強い方ではなくて、怪我等も治りにくい体質なのです。学生時代ラグビーとアメフトとバーリトゥードで無茶をして痛めて以来、これなしでは歩けなくなってしまいました。お恥ずかしい話です。下女からすでに聞いているとは思いますが、あまり目もいい方ではなくて、この家の薄暗さにも早く慣れていただけるといいのですが。あれでしょ、暗くてよく見えないから地高寄れみたいな感じで急接近するイベントとかありそう。私をどう思っているの？どうとは？私が今ここであなたへの思いの丈を読んでみせたら、あなたは答えてくださいますか？変化を投げつけてやる。冗談です、忘れてください、お嬢さん。ただとても愛おしいと思っています。これは本当です。こうしてあなたと交わす言葉の一つ一つ、すべてを胸に刻んでおきたいくらい愛おしいと思っています。キザこれはトゥンクってしちゃうわな、女の子は。自分でも理由は分かりませんが、私はあなたのことがとても好きなのです。親指姫、一目惚れしちゃったぐらいだしな。まあ好きに理由はいらねえよ。心が体がそう思っていればその気持ちは本当さ。ああ、いいこと言った。俺の好感度めっちゃ上がったわ。俺の純潔度もめっちゃ上がったわ。元がマイナスかもしれんが。